こいよ。こっちに来てみろ。どこに？おお！心臓が飛び出るかと思った。行くか。これ何？つかまだいっぱい取ってないものがあるような気も しなくもないっていうね。行ってやるよ。うわー、ブービートラップみたいのが、あからさまのブービートラップみたいのがありますな。これを撃って破壊すればいいんだね。もうちょっと下がった方がいいかな。あ、なんかあるよ。あ、ハーブか。ハーブ。ブービートラップをちょっと破壊しよう。そういうことだよね、そういうことだよね。それがやるべ。それに気づくなんて偉いじゃねえか。他にもあるってことだよ、多分。あんなん序の口じゃない、多分ね。やばい、これ注意して歩かんと。どっかにあるぞ。まだある、まだある、まだあるね。どっから伸びてんだろう。この人形を撃てばいけるかな。あ、ダメか。 OK。 気をつけろよ、奴らは凶暴だ。これで、あ、なんかハンドガン開けたらドカンって。おー、ほら、これ線を狙ってもいけるよ、多分。いけないかな。あ、線はダメだ。何？やぶねえな、これ。触れないようにこっち側に回って撃てってことだな。ちょっと閉まってほしいんだけど。怖え。これダメージ入ってないよ、大丈夫。あるあるある、まだある。怖え。つか2つあるんじゃないかな、ここ。ほら、1本目、2本目。おいおい、そうやってあんまり俺をしらけさせんなよな。バレバレなんだよ、仕掛けが。仕掛けがバラバラバ、バレバレ。はなんか微妙だな。なんもないよね。なんもない。OK。この辺からバイオトラップですかね。気配を感じるわ。ショットガン。この弾を使って倒してね、的な。いねえな。なかなかいないですね。うわっ！そういうパターン？やべえ。ちょっと回復するか。いやー、もう二度と。箱もこれで壊さんといかんじゃん。暗いよ。あるね、ここにもね。ここどう伸びてんだろう。まずは1個目。これ2個目はどうやって、ああ、もうくぐるしかないな。くぐってくぐってこれだね。壊しといた方がいい。逃げ回ったりとかするとき大変そうだもんね。いや、これ怪しいな。こんなとこにわざわざアイテムボックス置く？だって奥にもなんかないのか、これ。奥なんもないかな。ここは何なんだろう、このスペースが謎。いやー、嫌な予感する。普
通にアイテムボックスなら嬉しいけど、だってこんなね、なんもないとこ普通ね、まあいい、はまってみよう。あ、大丈夫、普通にアイテムボックスだった。はい、よし、行くぞ。ここは何なのかっていう。おお、びっくりした。パスコードがいるんだろ。うん、そうだな。0814はどうだ。0814。いや待て待て、0621だ。あー待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。やらない。てか今覚えてるんだ。チッタ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 。ない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 。どういうことどういうこと。あっ、危ない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 、危ない。あ、いた。なんだよ、押さなくてよかった。今押してたら食らってたってことか。あれは、あ、大丈夫。ちょっと先取りに行く。そう、 ETS だっけ。忘れたけど別の名前は。大丈夫か、ここは。ここは大丈夫だろう。何も入ってない。穴入ってるの。あ、入ってない。いや、一回爆発を食らってからこの箱ですらちょっとこれで撃たないといけないんじゃない。ほらー、危ない。これは外からどうか。あ、これは大丈夫なの。いやー、もうイライラする。くそー、あったらもう許さねえ、絶対に。怖くなっけ、怖い。はい、気をつけろよ。何？なんだよ。ここどこだろう？ん？ここどこ？ほ、やば！ちょっとね、しかもブービートラップがあるの見えてる！あった！ロッキー！ロッキー！すんなり倒せたー。いや、何気にね、ここにもブービートラップがあるわけですよ。ほら。くっそ。これしゃがめばいける。あ、しゃがめばいけるね。しゃがめばいける。そう、このブービートラップを使って、もしかして敵倒せたんじゃないかなっていう気もしている。うわ、あるね、あるね。ここにもあるね。たくさん張り巡らされてるね、むしろね。はい、で、うわ、ここにもある、ね。で、ここは危ないってやつ。オッケー。これ全部壊す意味あんのかな。ここまでトラップあるんかー。はい、近すぎた。近すぎた。結構食らってるし。ステロイド、あ、ステロイド使おう。ステロイド、ステロイド打たせていただいて、でもちょっと回復しようか。あ、回復できる。回復しなくていいんだ。アンティックコインゲット。他にもなんもないね。どうせここにもあんだろう、トラップが。よ、トラップないのかな。え、どこだ。え、誰かいるんだけど。おれ、先手必勝。おれ、あ、誰か危なかった。逃げろ逃げろ。やばいやばい、逃げろ。いかにいかにいかに。2体2体2体いる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 よ。
逃げろ。ここを使いたいな。逃げるときここ使って回り込み、はい、回り込みたい、はい、回り込んで、そのためのドアだったのかな。うわぁ、そっちにもいるんだね。おぶえ、本当に戦ってるみたい。オッケー、ハイズリ系もまたなんだ。あー、もう弾がない。競争弾で行こう。まだ倒れない。結構使ったよ。いや、弾の消費が激しすぎる。ショットガンってどんだけあるんだろう。弾足りなくなりそう。暗いな。これなんだろう。あ、ガンパウダー。なんもない。ブービートラップ。ブービートラップない。ブービートラップなし。よし。あそこにはなんか見えてる。いや、まだやめておこう。ここはなんだ。休憩ゾーン。休憩ゾーンだと嬉しいな。あ、やった、休憩ゾーンだ。それ休憩しよう、休憩しよう。はい、休憩して、てかビデオ見ようか、一回ビデオ見よう。どれだっけ、バースデーだっけ。あら、バースデーを見よう。さあ、鑑賞会。マジでよ、ラッキーな野郎だぜ。いや、マジ、お前が羨ましいよ。誰？なんだ、信じねえのか。嘘じゃねえって、絶対楽しいからよ。これは、俺が何週間もかけて作ったんだ。で、やっと完成したんだ。お前のためにな。おいおいおい、なんだ、やめろよ。そんな顔すんだって。絶対面白いぞ。楽しんでけや。あれじゃん、閉じ込められるとこじゃん。さっきのとこだ。ここからやんの。てか、私誰ですか。怖え、このピエロ。ろうそく。怖いよ。お前のために作ってやったと。結構ですって感じよ。わあ、これ何をするのが目的？こっちから行くか。トイレ。トイレだね。特にないね。こっちだ、じゃあ進行ルートは。ハッピーバースデー。ブーブークッションかな？ないない。ここはなんか、なんか怖い絵描いてる、怖い絵描いてるよ。なにこれ。なんか出てね、これ。なんか出てるよね。あっ、なに、火が消えた。どういう仕組み。つまって苦しい死に方をしたくないだったら、ここから脱出しないとけないのってんだ。うわ、名前はまだ仮だけどな。ルールは簡単、ろうそくをつけてケーキに立てるだけ。いいか、はい、ちゃんと笑えよ。お前のパーティーなんだからな。ちゃんとこれに火をつけろ。イカレ野郎だよ、本当に。ん、これわかんない、ごめん。
なんだよ、なんか絵があるね、絵があるね。何の絵？あ、なんかピエロみたいな色は左上に。ん？ひや。何をすればいいのここは。とりあえず奥に進んでみようか。ろうそくしかないから。あ、おう、ろうそくを。お、ついた、ついたじゃん。ついて、いや、これ絶対あれじゃない、黒焦げなんじゃねえこれ。ほら、この絵が。ちょっと試しにやってみようか。はい、あんまり意味がない。うん、で、通ったらビシャビシャで消えちゃう。ということはこれで炎で焼き切るってことかな。はい、焼き切りました。うわ、風船だ。なんでグレーの風船。あ、割れるよ。火が近づくと割れるってことか。これ全部割ってきてね、こうやって。イエーイ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 。割っちゃダメなのかな、むしろ。どうなんだろう、すげえ割れてっけど、この中にどれか当たりがある的なことじゃないの。多分この中にね、なんか秘密のアイテム的なものがあって、もうなくなっちゃうよ。あ、風船、これ割れない。あ、これ何に使うの。ん、ハッピー。コードが分からなければ開けられるのは難しい。うん、なんか手には入ったな。あ、そういうことか、そういうことか。これだ、これを使うんだ。これを、はい、膨らんでいく。これ何？うわ！何がしたかったん、これは。刺さってるよ。なんかペンみたいのが刺さってる。羽ペン。拷問だよ、拷問。本物の羽ではなく安物のレプリカのようだ。これどうするんですか、これ。悪趣味だな。何かトイレ的な。あ、トイレだ、はい。おおおお、なんか出てきたよ。勘弁してくれよ。何が出てくる。うわ、汚れた望遠鏡、汚れた望遠鏡。こう覗こうか。じゃあ汚れてんな。ということは一旦ここじゃねえ、多分。これでさ、ほら、こういうことだ。そして、これ意外とすぐ分かったよ。結構編集でカットされてると思うけど。で、こっからこれを見ると、うん？うん？ん？お！そういうことか。人形？これなんだろう。人形、なんかよくわかんない。鳥か？鳥退治みたいな。吊るされてる人、吊るされてる人、これだ。はい。何これ？わら人形。もしかして燃やすのかな。あ、そういうことだ。燃えた、燃えた。人形の指ということはこれだ。人形の指を、はい、あげました。で、これで
スリペン。まだなんかあると。あ、何かのつまみ。はい。お、何かのつまみ出た。いや、これ出ちゃってるよ、でもこれ。塞げそうにない。嫌な予感しかしませんけど。これ、結局、やばいんじゃね、これ。何かのつまみはどこだろう。あ、こっちか。何かのつまみをここに、はい。これで回すわけだ、多分。怖え。うわあ、怖っ。やめてくれ。どうすんの。やめろ。ああ、そういうことね。どんな仕掛けなんだよ。傷跡を確認。ルーザー負け敗者ってこと。ここに入れろってことね。いや、これもういいでしょ、もう分かったからさ。合わせます。ルーザー、もう負けは確定してるわけですね。はい、開きまして、ここは何もないかな。はい、バルブハンドルいただいて、これで水を止めてろうそくで火をつけるってことね。はい、そしてここだ。はい、よし、これで。ちょっと待って、燃料がやっぱりここまで来てますよ。これはいいんすか。まあおそらくこの人は死ぬんだろうな。よし、うわ、一気に暗くなった。どこから聞こえてくるんだろう。行くぞ。じゃあちょっとここに刺しますよ。せーの、よいしょ。刺しましたよ。はい。え、これで何。お、ありがとう、ありがとう。うわあ、ほら、言わんこっちゃない。ほら、やっぱりそういうことよね。熱い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 、燃えてる燃えてる。これだ、これ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 。なんだよ、やめてくれ。まずいまずい。あ、折れた。もう絶望やん。やめてくれ。マジか。どうしようもなくないもん。ゲームオーバー。なんでこんなビデオが残っていたんだ。じゃねえよ。いや、拷問だったな、ただの。結局助かんないんじゃん。よし、これを見た上でどうしろってんだっていうね。よし、じゃあまあ一旦この辺にしますか。じゃあこの次はまた次回よろしくお願いします。バイバイ。よよ、相棒、お前はマジでよ、ラッキーな野郎だぜ。いや、マジお前が羨ましいよ。なんだ、信じねえのか。嘘じゃねえって、絶対楽しいからよ。これは俺が何週間もかけて作ったんだ。